とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今日はダウンロードコンテンツで新しく追加されましたアーティファクトを使っていきたいと思います。今日使うアーティファクトはこれです。はい、エリクサーのカバンです。これね、4つ追加されたうちの1つなんだけども、かなり俺注目してるアーティファクトですね。使うとアイテムを2つ生成してくれるんだけども、これなかなか良くないですか？力のポーションと瞬速のポーション、まあもう1個影のポーション、それも落とすんだけども、結構使い勝手良さそうです。まあまあ、とりあえずね、実際使ってみてどうなのか使用感を確かめていきたいと思います。古代狩りに行きましょう。じゃあどんな感じになるかな。はい、まあまあこんな感じで出していくけども、これあれだね、クールダウンが1個ついてるとだいぶ違うかもな。いや、だいぶ違うよね。まあ今までのこの装備で悩みがあって、それが足が遅いのと殲滅力が若干ないなっていう、あの通常攻撃での、それをこれはね、2つともカバーしてくれるよね。うん、力のポーション出れば殲滅力上がるし、移動速度もポーションで上げることができる。うん、結構いいとこ取りの装備だなーって思うんだけどね。どうだろうか、まあまあまあいい感じではあるかな。やっぱ力のポーションってすっごい使えるもんね。力のポーションはめっちゃ使えるから、やばいやばいやばい、これはやばいぞ。よっしゃー、まあこういう時のための、よし、普通の矢なんだよね、こういう時のためのやつだ。オッケーオッケーオッケー。うんうん、で30秒で溜まったらば、また使って、力か、影か、瞬速が出ると。うん。まあ、若干運が絡むけども、そうね。いいんでない？これ。結構使いやすいと思うけどな。うん。まあ、この一撃必殺はね、普通の矢でやっていくとして、おーおーおお、アイテム出るな。それまでのつなぎとしての火力が結構上がるから、これはいいんじゃない。34って、おーおー、絶対ないかなと思った途端来たね。はい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 、いいんじゃない。あ、影のポーションね。え、これボスの時とかでもいいよね。押して、で、影のポーション取れば、こういう感じでしょ？狙い撃ちできるじゃん。いけ。あー、何してんの俺何してんのミスってるし。はい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 。バカじゃないの俺。思いっきりダイナモ20を無駄にした。はい、まあまあまあいい感じじゃない。これで影のポーションで透明化して、でボスを待機して狙い撃ちするっていう。お、いいよいいよ、めちゃ使えるじゃん。うーん、やっぱもうないかな。ちょっと微妙な気がしてきたよ。あぶね、あー、ミスったミスった、ダイナモ使っちゃった。まあいいか。あー、ちょっともう古代人いないのか。あぶね。でもやっぱりね、このね、あー、やばい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 、このね装備いいわ。うん、確かにちょっと30秒で長いかなとはね思うんだけど、実際長いよ、長いけども、効果は抜群だね、効果は抜群。
やっぱり力のポーションってそれだけ、やっぱ30秒待ったとしてもあったらすごいね、いいよ。あー、なんもねえか。じゃあ力のポーションとあの瞬足のポーションも、やっぱりいいね。うわー、うっといな。ジオマンサーどこだ。いた。こいつね、こそこそ隠れてね、鬱陶しいんだよね。よし、まあまあまあ行きましょう。まあ相変わらずのね、普通の矢、これは強いわ間違いなく。でもこれ装備をね、これにしちゃうと若干ちょっと装備アーティファクトが限られちゃうところがあったんだけども、結構これで選択の幅が増えるんじゃないかな。攻撃もいいし、おやばいぞ、移動速度なんかも上がるんで、これはめちゃくちゃいいと思う。あ、やばいやばいやばい、これはちょっとやばいな。じゃあじゃあ危ない時にはこの、あおお、お前なんでわかるんだ、お前なんでわかったの。うん、影のポーションで隠れてやり過ごすこともねできちゃうし、イエーイ。攻撃速度が遅くたって力がね倍になってるんでいいんだよね。じゃあ古代人あと1体ぐらい頼むよ。あー、やっぱりないか、ないか、微妙なところだな、あるかないかちょっと微妙なところ。でもまあ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 、これもう常時俺ね、このアーティファクトセットいいかなと思うんで、これ使っていこう。いやー、でも今回出てほしいな。どっち？こっちはないもんね。あ、待て待て、チェスト残り2個っていうことはあるんじゃない？あ、ミスった使っちゃった。まあいいけど、あるかもしれない。これは宝箱上にあるね。オッケー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 。ってことはあと1個洞窟があれば多分ね確定。よしよしよし、宝箱2つあった。洞窟あと1個、あ、上に頼む。あー、なかった、洞窟なかった。ならばちょっと厳しいか、厳しいかな。あと1個洞窟あってくれ、頼む頼むよ。あー、なかった、なかったか、残念。いやー、残念ながら古代人は少なかったけど、これは使える。俺結構好きな装備だね。まあ、商人見てみましょう。おっと、あー、いや、いやー、クールダウンショットはいいんだけども、他がちょっと微妙かな。なんかいいのはないね。よろしくはないですね。ユニークがまず出ない。ダメだ。出たやつはなんだ？スノーアーマー。火炎フォーカス。エンチャントは微妙だね。いりません。はい。まあ、ということで今日はこれ。エリクサーのカバン使ってみました。なかなかいいよ。まあ、待機時間が30秒あるんで、クールダウンが1個ついてれば、また全然違う効果を発揮すると思うんだけど、まあ、クールダウンなしでも全然使うことができました。いい感じです。クールダウンショット欲しいな。まあまあ、またね、やっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。